こんにちは、ダイです。今回はね、コーデ紹介の動画になるんですけども、前回のね、夏におすすめの3コーデ見ていただけた方もいると思うんですけども、そちらの方でね、ふざけすぎてしまったんで、今回はね、真面目に語っていこうかなと思います。今回のコーデ紹介のテーマなんですけども、今回は最近ゲットしたこちらのブラックデニムを使って、まあ1週間コーデ、まあ、5コーデですね、組んでみました。なんでそちらの解説を今回はしていきたいと思います。はい、こちら1コーデ目なんですけれども、オールブラックでまとめました。上が、メタリカのパンティーに、パンツがこちらカーハートのデニムですね。シューズに差し色的な感じで、オールブラックの差し色で緑を持ってきたんですけれども、ちょっとメタリカの緑とうまく合ってなかったんで、あんまり色は拾えてないかなっていう感じのコーデになってしまいました。これだったら全然ワラビーとかでもね、良かったかなと思いますね。で、まあオールブラックコーデの時のポイントなんですけれども、やっぱりタックインしないと、メリハリがつかない。全身同じような色味になってしまうんで、ブラックデニム若干色味が違うとはいえども、まあやっぱ同じ系統の色なんで、タックインしてあげた方がね、結構メリハリがついて、シルエットにね、メリハリがついていいんじゃないかなと思います。まあ、あとはこういった感じで、そう、チェーンとか腰にね、垂らしたりしてあげるとね、いいと思いますよ。あ、これ、あ、すいません、これちょっとベルトループ通し忘れました。まあこんな感じでね、オールブラックコーデの時は結構シルバーアクセとかで持ってあげるとね、結構黒との対比で映えやすいんで、バンバンジャラジャラにしていくのがおすすめですね。今ちょっとブレスレット持ってき忘れてつけてないんですけど、もうね、がっつりごっついのね、つけてあげてください。はい、続きまして2コーデ目になります。はい、キャップビーニーですね。ビーニーがシュプリーム、もうやっぱりファッショニスタやな。はい、すいません、失礼しました。最近ね、流行ってるので、ね、ちょっとやってみたくなったんでやってみました。はい、でまあコーデ紹介の方やっていきます。キャップがシュプリームのニット帽ビーニーですね。最近ゲットしたやつです。これね、動画出したんですけど、なんか似合わないと申したんですけど、被ってたらなんか似合う気がしてきました。はい、コメントしてくれた方ありがとうございます。はい、でトップスが、ナイキのポロシャツですね。タイダイの、これも YouTube の方で出したブリーチ動画の方で、まあ染めたポロシャツになります。これめちゃめちゃ丈長いんで、ちょっとタックインみたいな感じにしちゃってますけど、まあ、全然そっちでもスタイルよく見えるんでいいかなと思いますね。で、パンツがそうですね、さっき同様の、黒デニムで、シューズがクラークスのワラビー持ってきてます。まあ、こちらね、タイダイのポロシャツが結構黒っていうよりはなんかそのブラックデニムと同じような色味の黒が残ってるんで、その黒のダブルニーとかよりはね、こういったブラックデニムちょっと合わせた色の方が合わせやすいかなと思って、今回上にタイダイポロシャツ持ってきました。で、まあシューズにワラビー持ってきたのは、ちょっとそうですね、ブラックデニムとまた色が違って、まあワラビーの方が濃い黒なんでね、よりコーデ引き締まるかなっていう感じですね。タイダイが結構インパクトデカめなんで、もうひたすら黒で囲ったみたいな感じのコーデになりますね。はい、はい、続きまして3コーデ目になります。はい、こちらトップスがブロークンベースのゲームシャツですね。で、パンツにカーハート先ほど同様で、シューズにニューバランスの990持ってきました。はい、まあ、今回はシティボーイって感じですね。あ、またやってました、ファッショニスタ。好きですね。ハマってるんですかね。で、まあ、そうですね。これは、シティボーイ。これキャップ、ね、最近ゲットしたノーティカのね、キャップ被るか迷ったんですけど、最近動画でちょっと使いすぎてるかなって思ったんで、まあ、今回は、キャップなしで行きました。はい、でこのブロークベースのゲームシャツなんですけど、結構胸元がざっくり V字に開いてるんで、そのガタイいい人とかはその首が太く見えないんでおすすめなんですけれども、ちょっと結構細身の人とかだと開いて不自然に見えちゃうんで、そういったところを補う意味でもヘッドホンつけてますね。それによってまあクルーネックみたいに、まあ、丸みを帯びてるんで、ヘッドホンがね、そんな感じで見えるかなとどうしたどうしたまあそうですね。で、まあシューズ、ニューバランス990ですね。これマジで歩きやすいです。なんかこの足元見てほしいんですけど、このブラックデニムの溜まり方ですね。いや、これがやっぱ溜まんないですよね。ちょっとボリュームあるスニーカー合わせて、フルレングス履いてあげると、こういう感じで溜まりができるんで、まあスラックスでは出ない、これがまたね、デニムならではの良さといった感じになりますかね。ちょっと時間余ったんで、まあ個人的におすすめの黒デニム紹介しますね。古着だったら、フランシスコ・ジルボー。シャドルデニムですね。あれめちゃめちゃかっこいいですよね。デザインが入ったデニムで、
あれは一足じゃね、一着あるとマジで便利で、あとはやっぱシルバータブかな、リーバイスのあれはね万能ですね、めちゃめちゃで。新品でちょっと安いの欲しいよって方は、あのZOZOタウンで発売されてるファブデニムとかいいんじゃないですかね。はい、続きまして4コーデ目になります。はい、こちらは、キャップビニーがシュプリームのビニーで、アウターがこちらは古着の鴨柄のねフルジッパーになりますね。でインナーがこちらタンクトップなんですけども、 H&M、 これめちゃめちゃ質問多いんだけど、これもしかしたらもう売ってないかもしれないですね。はい、申し訳ないです。でもこれそうですね、自分去年買ったんだけど春ぐらいにはまだ売ってた気がするんだよな。はい、まあそうですね、このタンクトップ H&M からね定期的に発売されるっぽいんで、欲しいよって方はもう常にサイトをチェックするしかなさそうです。ちょっと売ってるとこは自分もちょっとよくわかんないんで、はい、ちょっと頑張って探してみてください、すいません。はい、で、パンツがですね、カーハート、シューズ、クラークス、ワラビーになりますね。いやもうこのタンクトップスタイル結構バチイケって感じだよね。渋谷とか下北とかいっぱいいそうなスタイルってイメージでコーデ組んでみました。そうですね、そうだな、これ撮った時は結構涼しくて雨最近多いじゃないですか、まあ、そういう時にやっぱちょっと肌寒いなって時にタンクトップコーデして、その上からやっぱフルジップのね薄手のパーカーあるとめちゃめちゃ便利だなっていうのがありますね。まあその室内とかも最近ね、その外暑いと中めっちゃ寒いみたいなことあるじゃないですか。逆にね、あの夏なのに寒い現象っていうか、まあ、よくあると思うんだけど、まあ、そういった時にこういうフルジップパーカーってめちゃめちゃ便利なんで、まあ、カーディガンでも全然いいしね。まあなんかこういったものを一着持っておくと便利ですよ。イメージとしてはモノトーンプラスカラー一つみたいな感じで、まあこのカモガラパーカーメインのコーデって感じになりますね。でもインナーはやっぱタックインしてあげた方がスタイルよく見えるんでおすすめです。さっきの参考デニムの時でも言い忘れたんだけど、そのブラックデニムって結構焦ってる感じなんで、結構トップスにカラーあったりインパクトあるの持ってきてもうまくマッチすることが多いんで、ぜひねこういった古着ならではの色あせた感じのねパンツとか選んであげるとコーデの幅広がっていいと思います。続きまして5コーデ目になります。トップス古着のラグランバックがロスコのメッセンジャーで、パンザーカーハートシューズクラークスワラビーになります。はい、こちらはもうひたすらラフなコーデって感じですね。でもこのシューズのたまり方たまんないですよね。やっぱりそのデニムっていうガシガシしたねコットの素材にワラビーの精度っていうのはね、やっぱ素材感が違って、まあ同じような色合いなんだけれども素材が違うことによってくどくない印象があってね、とてもいいんじゃないかな。このたまり具合もたまんないですね。フルレングスにこういったローカットのスニーカーとか合わせるとね結構可愛いですよね。もちろんニューバランスみたいなボリュームあるの合わせても可愛いですけど、まあ、フルレングスは個人的にはローカットのスニーカーの方がたまりがね可愛いんじゃないかな。まあ、結構ボリュームあるスニーカー履く時っていうのはその裾が絞れたりするよね、そのカーゴパンツだったりスノーカモだったりそういった時にねたまるのが可愛いかなっていう印象があります。まあ、今回色の組み合わせで意識したこととしては、やっぱ全部ベーシックカラーでまとめたんで、まあ、色一応これ2色ベージュとネイビーっていうのを使ったんですけど、まあ、全体的にもねやっぱうまくまとまるんで、色使いたい人はやっぱベーシックカラー、それからやっぱアースカラーを意識してコーデ組んでみるといいと思います。でも今回こんな感じで5コーデ紹介してきたんですけども、いかがでしたでしょうか。この淡い色味のおかげでね、あのトップスにどんなカラーを持ってきても合わせやすいんで、その色合わせが好きな人とかはね、めちゃめちゃおすすめな一本になりますね。まあ、この動画をきっかけに、ぜひブラックデニム挑戦してみてはいかがでしょうか。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。